はい、皆さんこんにちは、吉田のりまさです。はい、今日ご紹介するのはこちらですね。パン、パンパンパン、パン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 でございますね。カレーパンに見えるんですけども、実はこれ中身がですね、なんかミート的なものが入ってるなんて聞きました。ちょっと詳しいことはわかりません。本当にわかんないので、ちょっと食べてみたいと思いますね。カレーパンじゃん。カレーパンじゃん。まあ、ミートって肉っていう意味ですからね。あれかな、ミートソース的なもの入ってるのかなと思ったら、別に普通のカレーパンですからね。まあでも、まあですね。うん。さっくりし、あ、なんか中心が赤いな。わかります？なんだろう。なんでしょうね。ん？うん。わからない。もうカレーの味になってますね、舌が。わかんないですね。本当にですね、さっくりですね。周り、衣もさっくり。で、中たっぷりですね。はい。まあね、パンは。すごいさっくり。やっぱりね、スイーツもパンも、ファーストフードとかも、アイスも、もう何でもそうですけど、すっげえこだわってたらすっごい美味しいですね、やっぱ。やっぱりそこの、作る方、職人さんがめちゃめちゃこだわったり、具材、食材ね、製造方法ね、いろいろこだわると本当美味しいですね。あと出来たて。これ美味しいですね。うん、美味しかったでございました。ということで、今日ご紹介したのはカレーパンでした。ありがとうございます。